私は母子家庭で育ってまいります。高校時代にはアルバイトをしながら進学を目指して勉強に励んでおります。西山信正です。誰もが生き生きと輝く下京区へ、あなたの声に一生懸命走り抜いてまいります。一つには子育てに安心、また高齢になっても安心できる街づくりでございます。人口減少、超高齢社会という今日本は世界でも最も速いスピードで超高齢社会も進み、それと合わせて人口減少を迎えているところでございます。そういった中にあって、一つは子育て世代の皆さんへの支援、これをどのようにして充実をさせていくのか、これが非常に大きな課題でございます。私ども公明党は11月に子育て応援トータルプランを策定をいたしました。その中にあっては、子ども真ん中社会を何としても実現をしていきたい、このようなことが謳われております。私も全くもって同感でございます。そういった中、やはり今子育てといった時に希望する子どもさんに対して、なかなかそれが現実にいってない、この状況の中にありまして、やはり子育てにはまた教育には多くのお金がかかってしまう、このことによって希望する子どもさんを持たれることができない、そのように考えている方もたくさんいらっしゃるわけでございます。そういったことを考えた時に、やはり教育負担でありましたりとか、また子ども医療費の負担の軽減、これをさらに拡充をしていかなければならないというふうに私は考えております。私は母子家庭で育ってまいります。高校時代にはアルバイトをしながら進学を目指して勉強に励んでおります。そういった経験から、やはり親の経済状況により希望する教育を受けることができない、このようなことは断じてあってはならない、そのような思いを強くしながら活動をしております。そういった意味におきまして、先ほども申し上げましたけども、教育負担の軽減、また子ども医療費の負担の軽減などに全力で取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。